スタージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、千太郎です。今日もですね、車のレビューをさせていただきたいと思います。はい、それではですね、今回ご紹介する車はこちらでございます。今回はね、販売の車両でございますけれども、210クラウンアスリートハイブリッドでございます。もうね、この車はね、まあね、いつかはクラウンとはね、皆さんおっしゃいますけれども、その中でもね、爆発的にこれ実は売れたんですね。で、サイズ感とかもすごくいい車なので、ぜひぜひね、皆さんこれちょっと最後まで見ていただいて、なんだったら買っちゃったらいいんじゃないですか。これね、常に店頭に今置いてますので、ぜひともですね、価格とかはネットにも載せる予定ですので、確認していただければと思います。それでは早速、見ていきたいと思います。はい、それではですね、まずエクステリアを紹介していきたいと思います。とはいえですね、皆さんもうクラウンはね、もう皆さんよくご存知ですし、まあ今でも結構自治体のパトカーなんかはこの方のクラウンがすごく多いので見かける機会が多いと思います。まあでも改めてね、ちょっとねこの外装ゆっくり見ていきたいなと思うんですけれども、まずね、じゃあバンパーから。これね、この方のクラウンになってからすごい特徴的なこのリボーンって言われた、このグリルの形状ですけれども、アスリートはこのエッジが効いた形になってて結構かっこいいですよね。で、この1個のグリルで上から下までが繋がってるっていうデザインで、ここの部分は今の衝突安全系のセンサーが入っているので、まあ似たようなデザインなんですけど、実際はセンサーが入ってるところになってます。で、これもカメラね、すごいですね。ここの中にボンスメイトとか、まあ、衝突安全センサーなんかもあったりします。で、ヘッドライトは単眼になってます。これで回路を両方ともこれでやれるタイプのヘッドライトになってます。あ、ウインカーは意外と電球なんですね、これね。でもまあ確実ですからね。しかもここにクラウンのロゴがうっすら入ってて、カメラ映ってるのかな。すごい綺麗な作りで、いや、いいですね。そしてちょっとクラウンね、ちょっと全体図を見ていただきたいんですけど、車幅見てください。これ車幅、はい、見てください。この車幅、今の車はですね、本当に大きい車が増えた中で、このクラウンの車幅は1800ちょうどなんです。で、1800ちょうどってもうね、ほとんどないんですよ。それこそカムリのが大きいです。こういうね、横幅がある程度コンパクトに抑えられてる車っていうのは、もう逆言うとセダンではクラウンしか残ってないんじゃないかなっていうぐらい希少なサイズとなってます。多分昔からクラウンのオーナーの方多いし、まあ場合によってはね、家の駐車場が結構狭いけども何十年もクラウン乗り継いでるっていう人なんかのためにあまり大きくしないという風になってます。ちなみに中国仕様っていうのが存在するんですよ。日本で売ってないですけど、それだと全長全幅車高全部大きくなってます。なのでこれはもう日本のために作られた日本のクラウン、いつかはクラウン。はい、じゃあ、で足回りなんですけれども、こちらフロントダブルビッシュボーンとなってますね。近年ねフロントストラット多いですけど、やっぱり路面の追従性とかいろいろ考えると、やっぱりフロントダブルビッシュボーンっていうのはね、いいですよ。お金もかかってますけど乗り心地もいい。しかもこのクラウンはそんなに高くないので、これはいい乗り心地の車だと思いますよ。はい、そして、車高いきます。この車高ね、まあどこの立体駐車場でも今の時代だったら入れると思うんですけれども、はい、1450、これアスリートで1450です。で、ロイヤル、いわゆる、まあ、ベースグレードっていうんですかね、ロイヤルだと1460なので、まあ、それよりも約1センチ車高が下がってるっていう作りになってます。さあ、そしてリアセクション。さあ、リアの方はですね、まずちょっとタイヤ、そうだ、見ていきましょうかね。こちら、ホイールは何インチでしょうか。18インチ、225-458、これ前後通しです。でね、このね、クロームネッキがいいんですよ。これね、ほんとクラウンって、買った皆さんね、多分ホイール変えなくていいなって思っちゃうぐらいかっこいいです。で、まあこの225だからね、サイズ的にもそこまで高い値段ではないので、でまあこれはちょっと正直ね、僕ね結構おすすめなんですけど、まあいいでしょうまあね、で後ろもマルチリンクの足回りになってます。なのでね、乗り心地はもうバッチリだと思います。じゃあちょっと後ろから見てみましょうか。ワイパーないんですよ。僕正直ワイパーないの結構好きなんです。なんかね、その方がキュッとまとまってていいんじゃないかなと思います。
で、こちらアスリート G というやつで、アスリート専用のこのテールレンズになってます。でこれねハイブリッドシナズドライブって書いてますね。はい、あとこの辺なんかもね、あのハイブリッド専用のバンパーガーニッシュになってると思います。でまたこういうちょっと加工がついてというね。はい、でこのねクラウンがねなかなかすごくて、最近見ないって言うじゃないですか。なぜならばねレクサスがめっちゃ売れて、まあ正直こうクラウンの需要を結構レクサスとかあとカムリとかが持ってったからみたいな言うんですけど、これ言うて15万台以上売ってます。なのでね結構人気なんですよ。で意外と部品も出回ってるし、結構改造したい人にもベッシャーとしては全然おすすめなので、ぜひぜひですねクラウンはね一度は皆さん乗ってみたらいいんじゃないでしょうかと思って、まあまだ僕乗ったことないですので、ここを紹介したかったんですよ。ここねちょっとね分かりづらいんで寄りでお願いします。クラウンアスリートとクラウンロイヤルってフェンダーの形状違うんですけど、この線これクラウンロイヤルだと線がそのまま来てるんです、後ろまで。なんだけどクラウンアスリートはちょっとワイドフェンダーになっていて、ここで線が消えてる、その分ワイドになってるんですね。これね意外とね知ってる人少ないんじゃないでしょうか。結構実はロイヤルとアスリートってこういう細かいところでも差をつけてる、切り替えてるという車なんですね。まあねやっぱりスポーティーな足回りにもなってるし、まあそういうのをねこう見た目でも演出してるんじゃないかなと思います。ではボンネットの中見てみましょうか。ちょっと開けますね今ね。はい、エンジン出ました、こちら。あ、でもボンネットね、ちょっとこれダンパーになってます。いやでもエンジンめちゃくちゃ小さいし超ミッドシップじゃないですか。はい、で、エンジンは縦置きの直列4気筒の 2.5 リッターにハイブリッドね、こちらね、これハイブリッドの機械がついてます。で、こちらね、ハイブリッド車のところね、もう分かりますかね、音するじゃないですか、このね。今多分マイクで撮れてると思うんですけど、音するんだけどベルト回ってないんですよ。これは今電動ファンが回ってて、エアコンだけ動かしてる状態で、これモーターにはかなり電力食ってると思うんですけど、でまあ、2.5 リッターの NA エンジンに対して、トヨタの、シリーズハイブリッド THS2 のタイプですねのハイブリッドを搭載してる。で気になる燃費なんですけども、クラウンって大体ね、今までのクラウンは 3.5 リッターのやつとかでも10いかなかったし、あと 2.4 だか 2.5 の前の方のクラウンであったやつだと大体これだったかな、11から12ぐらいだったと思います。そしてこのクラウンハイブリッド、アスリートのハイブリッドね、これどうかっていうと、じゃじゃん、リッター 23.2 キロ、すごくないですか。一昔前のプリウスと変わんないですよ、こんな高級車が。これはね素晴らしい燃費。はい、ということでですね、ちょっとね今回クラウンの、外装を紹介させていただきました。あとねちょっとエンジンとか、簡単に見ていきました。この後はですね実際に乗ってみたいと思うんですけども、暑いからもう早く乗りたい。そしてですね、この動画ね、まあ、後編に続くという感じになるんですけれども、ここまでで面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。あとですね皆さんのお車、いつも紹介させていただいてますけれども、大募集しておりますので、ホームページの方で私の車乗ってみたらとか、私の車ここ見てほしいなとかっていうのをぜひぜひ募集してますんで、ホームページの方に書き込みをお願いいたします。それでは後編に続きます。さよなら。